こんにちは、黒田和義です。今回山地優子さん、優ちゃんですね、今ラジオ番組もやってますが、ミッド FM のね、はい、何曜日、火曜日だっけ？そう、毎週火曜日の夜11時半から番組やってます。はい、YouTube にもね、この間僕ゲストで出してもらって、はい、普段はジャズは違うわ、ピアニスト、クラシックピアニスト、ポピュラーピアニストって感じだね。はい、そう、メインはクラシックで、うん、あのジャズはエッセージャズみたいな、あの譜面がもう玉が全部書いてある、アドリブも全部書いてあるの、ジャズは楽譜通りのジャズを弾いて、ポップスもあの、うん、楽譜、その誰かアレンジャーさんがアレンジした譜面通りのポップスを弾いてます、うん、なるほど。でもまあ基本ね、玉が書いてあったらね、はい、音大の時から僕は知ってるから、ドラムの副科を取ってくれて、その辺はラジオでいっぱい喋ったので、YouTube をぜひ見ていただければと思います。はい、お願いします。今回は僕は心理学カウンセリングというやつの資格をちょっと持ってまして、で、たまに YouTube でちょっと載せるんですけど、一人で喋ってるっていうのもレクチャーもいいんだけど、普段から演奏してる人で、こう演奏の緊張とか暗示って、まあ、こういうのってどう、ゆうちゃん自体はこう演奏って緊張するでしょう？する。なんかこう顔に出ないのか、もう何回もステージやってたらもう緊張とかしないでしょって言われるんですけど、いや毎回本番のあの舞台袖っていうの、ドアの前でもうやめて帰りたいって言ってますからね、毎回。ああ、えらいえらい。ちょうどいいのが3割ぐらいの緊張で7割のリラックスっていうのが最高のパフォーマンスと言われてるんだけど、でもさ、プラシド・ドミンゴっているじゃん、はい、あのドミンゴですらさ、袖で入る前は必ず十字架切るんだよ。へー、ああいうもう世界的な方でもそうなんですね。そう、だから要は理想が高ければ必ず緊張するよね、なるほど。で、その理想をちょっと低くすれば、うん、その緊張っていうのはちょっとほぐれるから、まあ今日はとりあえず座って楽しんで弾ければいいわぐらいの感じ、ミスしちゃダメとかっていうふうに思っちゃうと、緊張の方がマックスでちょっと高くなっちゃうから、俺は結構もう割り切りジャズだから、別に間違っても、それが別に間違わない演奏をしたいんだったら、あのジャズを選ばなかったと思うし、でこう間違ったところをいかに拾っていくかだから、ここはもう今日のどうなるかはもう分かんないからみたいな、だからこうオケとかも乗ってるじゃん、でオケの方が緊張はちょっと高いかな、ああそうなんだ、やっぱり。だけど基本はやっぱりこう緊張を3割ぐらいに落とすように努力はしてるね、だから、なるほどね。ゆうちゃんなりになんかこう緊張をほぐすそのコツなのはあるんですか？はい、普段の練習の時にあるかな。こうすごいシミュレーションする、本番のそうシミュレーションとかをして、なんかこう頭の中でこう袖、から椅子まで歩いていくところをもう想像して、はい、今お授業して、本番で弾いてる風景を思い浮かべて練習するとか。なるほど、それは大事。確かにそれはすごいいいよね、本番さながらの演奏の練習、あと出て僕も出てくるけど、そういうのもすごい大事だと思います。それはなんかこう想像してる時にこう、お辞儀していくところの想像してる時こけたりとかせへんの？想像ほみたいなそれはない、想像上では。想像上ではこけてない。うまいことやる。本番の時こけたらそこで崩れるとかない？大丈夫。あ、そうか、そこのシミュレーションもした方がいいんだ。そうそうそう、こけた時どうしようかみたいな対処法対処法っていうのやっていった。暗示っていうのは否定形の暗示が効かないっていうのはこれ結構有名なお話で、で置き換え暗示っていうのが有効って言われてるね。でこれ置き換え、置き換えをするとうまくいくよ。だから普段からの練習方法と練習方法がやっぱりこうその本番に即してるかどうかってことが大事 でアンカリングっていうのをしておくといいよっていうのが、まあ僕がよくやってる方法をねやっていこうと思います。否定形の暗示は聞かないってことで、ピンク色の像を思い浮かべないでくださいって言われたら、はい、
一回浮かんだらこう目つぶっても消えへんことない。確かに。思い浮かべたらあかん、思い浮かべたらあかんって言ったら、思ったらこう消えへんみたいな。うん、なんかこう好きな男の人のこと考えたらあかん、考えたと思うと考えてしまうみたいな。あるあるある、あるよね。うん、あるある。ピンク色である必要はないんですが、別にそのまあなんとなくこうゆうちゃんっぽいかなと思ってピンク色の像を思い浮かべないでください。これは否定形の暗示っていうのは聞かないので、間違えてはいけないっていうのは聞かないんですよ。あ、間違えたらあかんなって頭の中で思う時ほど間違える。それは間違えるっていう方が頭に浮かんでしまうから、そっちの暗示が効いてしまうのね。いけないわ、これはもう、あの、思い浮かべないでくださいだと消えないんで、なので暗示っていうのは先にそっちがあるとあかん。じゃあ それをふっと思ってしまった時どうすればいいかって言ったら、ピンク色の像を思い浮かべない、今ピンク色の像が浮かんでるとして、うん、青色のキリンを思い浮かべてください。のやると、うん、青色のキリンが出てきたらピンク色の像はちょっと薄まるというか。あ、確かに、うん、そうだからこう好きな人のこと考えててそれを消えたくなかったら、うん、もう一人別の人を考えると、まあ、それが消えていくみたいな、うん、他のことを考える。例えばまあ他の男の人でもいいけど、あのだから新しい彼氏を早く作るといいってこと。そう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 。女の人はだってさ、はい、あれでしょ、上書き保存やもんね。ああ、そうかもしれない。男の人はね、別ファイル保存なんですよ。だから結構昔の人のことを同じようにこう保存しておいてるんだけど、はい、女の人ってさっぱり切るよね。うん、まあ違う人に置き換わった瞬間もう過去の人で思い出さへん。過去の人にね、もう綺麗に塗り替わるよね、もう完全に。上書き保存なんですけど、だこう上書き保存をするといい。だからこう昔の人のことを思い浮かべるの忘れたかったらもう次のことをやる、もしくは、まあ、例えばスポーツとか音楽とかなんかこう別の置き換えのことをすると人間うまくいくよみたいな。悩み事があったら次置き換えのことをやってしまう方がいいみたいな。忘れよう忘れようっていうのは絶対無理なんで。ああ、なるほどね、うん、だからまあ間違えてはいけないっていう風になると、それよりは気持ちよく弾いてる姿で置き換えるみたいな。うーん、これがめっちゃいいかなって俺は思ってる。まあさらってる時間を区別する。うん、だからこうピアノでこうとかもうドラムもそうやけど、こう最初に譜面を見てやるときって間違えるやん。うん、で意外とうち音大で見てるとあんまりこう、うん、上達しない子のよくあるポイントは、間違った音と間違えてない音がまんべんなくずっと練習でずっと出てくる。あ、だからこうなんとなく1曲を結構間違えてるので全部通して 2,3 回やったら終わりみたいな練習してる。あ、なるほど。あれは結局なんかこう特にジャズとかもそれ際どい音使うから、うん、こう微妙なこうハーモニーが崩れるか崩れないかギリギリのテンションっていうのとか、そのハーモニー入れると、うん、そのハーモニー感がギリギリ残ったまま音が膨らむところに行くんやけど、音量のバランスとか間違えると結構汚い音になってしまったりするんだね。そうするとミスタッチが入ってたら、ミスタッチと音が膨らんでる感じ、うん、膨らんでる感じがこうその境界線が分かんなくなってしまうわけですよ。あー、なるほど。だからそのバーってこうピアノとかやってる人でこうミスタッチをまんべんなくしながらやる人って、なんかその綺麗にサウンドしてる感じっていうのがなんかこうぼやけてしまうというか、うん、うん、だからやっぱりすごいこう演奏しててやっぱりこう一線の人たちと演奏するとものすごいシビアな緊張な空気で、うん、こうミストーンっていうのを拾いながら遊びはするけど基本ミストーンは入らないよみたいな、狙って音を膨らませてるんやよっていう感じがあって、ものすごい緊張感の中で演奏するんやけど、うん、そういうこう普段からこうさらってる時間はまあミスするやん。でも、うん、ある程度さらえたらメトロノームに合わせて必ずこうミスしない時間を作るっていうのを必ずやるよ。うちの師匠がそうやって言って、でそれがうちの師匠は一つのフレーズを練習するのに20回、うん、20回のミスで通り抜けたら
合格、それぐらいこうノーミスの時間をたくさん作れたら、あ、なるほど、うん、それがすごいポイント。20回ぐらい、そうするとこう20回ノーミスの時間が続いてるから、その美しい感じ、うん、でしかもドラムやから、うん、今何回目やってるか分かんなくなったらゼロに戻れと、うん、こう4回繰り返しとか出てくるからさ、だから他ごとを考えてたら何回繰り返しか分かんなくなったらあかんから、だからそういう練習をしなさい。だから20回とは言うね、20回ってすごい理にかなってると俺は思ってて、8回目と長いことやってるから8回目と16回目前後あたりで集中力が切れるんですよ。だから短いパッセージでいいんやけど、4小節ぐらいとかでいいんやけど、もうとにかく苦手なところをこう攻略するには4小節ぐらいをひたすらメトロノームに合わせてこう弾く。そうするとやってみると分かるけど、ほんまに8回目とか9回目あたりぐらいでミスし始めるね。それが今度できてくると、今度やっぱり16回目ぐらいでもう1回集中力が取れるようになってきて、それを2回克服するっていうのは20回ってすごいいいと思う。うわ、ちょっとやってみます。うん、すごいシビアな感じ でそれをうまくできた時にアンカリングするっていうのが、アンカリングってあの NLP っていう心理学の中でよく使われてる、アンカリングっていうけど、まあ、怒りを下ろしておくみたいな、まあ、本で言うとしおりみたいな感じでパッてここっていうのを見つけ出すみたいな感覚なんやけど、その時に例えば自分の好きなポーズでもいいし、例えばよくあるコンコンって膝叩くとか、2回できたらこうやってコンコンって叩く、うん、うまくいった感覚を2回叩いた時にこうアンカリングしておくんですよ。そしたら袖で緊張してる時にコンコンって叩いたらそれが呼び戻されるというか。ああ、なるほどね。でそれ何度も何度もやってないとあの体は覚えないんだけど、うん、20回成功することによってなんかこう、うんうん、なんか普段やらないポーズがいいね。だからこうコンコンって2回膝叩くっていうのはしょっちゅう起こることやったらあんまり意味ないから、うんうん、なんかこう普通にピースするとかしょっちゅう写真撮るときあるから、まあ、それをアンカリングしてしまうとあかんけど、膝叩くとか、まあ、簡単なとこ、こう どっか自分の部分2、3回叩くとか、うん、と肩叩くとか、なんかまあ何でもいいんやけど、なんかそういうのをなんか一つ覚えておくと、うん、うまいこといくんちゃうかな。だから、こう自分なんかもこう発表会の伴奏とかよくするんやけど、 JOC やっけ、ジュニア、あれの伴奏僕何回かやってんだけど、もう小学生の女の子がさ、めっちゃ頑張って練習してきてさ、もうで結局何回か練習付き合って本番の時にめっちゃ震えてるんやんか、うん、こう袖のとこ でそういう時にいつもこの話して、この間だからこう練習する時に終わったら、うん、なんかこうなんていうの、こうドラムと離れてるからイエイってやろうみたいな、だから、うん、何やろ、そのこうエレクトーンの端をイエイってやってみって言ってやって、うん、でうまく演奏してよ、ノーミスやったやん、イエイって言って2人でやってて、何回もやってて、うん、で本番の時に緊張してたらちょっとこの2人でハイタッチしようって言ってイエイってやって、うん、やるとなんかふって落ち着いたりするみたいな。まあこれが万人に聞くかどうかわかんないけど、結構定番なやり方なので、うん、まあ演奏の緊張を解く暗示ということですが、そうでもそういう意味では今後なんかあるんやっけ、演奏会あります、来月も再来月も、あ、その時にぜひなんかアンカリングをしておくといいかもしれんね。ねえ、ちょっとあんまり変なポーズにするとね、周りの人に何しろあの子何やってんねやろってなるからちょっと気をつけます。これね、うん、どんなポーズ考えてんのスカートパタパタパタってやるのそうそうそう、それ見に行くわそう、だからあんまり変なポーズやったかんね、うん、そうでしょう人前にできへんポーズはちょっと困るよね指パッチンでもいいし、なんか音とかも伴ってると多分視覚聴覚からも入るし、あ、目の感覚とかも入るし、だからなんかこういう風にある程度音があったりすると、あ、なるほど、ね、耳からも体感でもここた、うん、手で叩いてここ叩かれるっていう感覚と、それがその気持ちいい時の
なんか20回できた時ってやったって思うから、その時にやったって思った時の感じをアンカリングしておくとめちゃくちゃいいかな。20回ね、置き換えってまあまあよくて、なんか、結構あの僕ダイエットにも、まあダイエットっていうかさ、もう一時期俺100キロ超えたんよ。ね、やっぱ先生でもストイックやからね、やるとなったらみたいな。そう、なんか100キロ超えた、今80、まあちょうどぐらいか、もうちょっと切る、まあ痩せてる、ね、すごく痩せてくれば73とか4なんやけど、今80ぐらいでキープしてるんやけど、これでもゆうちゃんに教えてもらったんやで、お腹空いた時どうすんのって言ったら、コンビニでおでん食べるって言ってたよ。ああ、まだやってる？そうでもない。いや今はなんかコントロールしてるから、そのダイエットじゃないけど、なんかこう48時間ぐらいでコントロールしてるから、こう、ね、昨日食べ過ぎてしまった分は今日リセットするってやるから、やっぱそういう時にやっぱ使えるよね。使える、うん、もう最近業務用スーパーで玉こんにゃくっていうのが売ってて、ああ分かるよ、うん、マリアついてたって、うん、それをジップタッパーにいっぱい入れて6個ずつ入れて、うん、でお腹空いて、俺甘いもん好きやから甘いもん食べたいなと思ったら置き換えするんですよ、うん、甘いもん食べる我慢するは難しいから、うん、だから玉こんにゃくを3個食べて歯を磨く、ああ、うん、とりあえずそのお腹空いたと思ったらとりあえずそれをやるみたいな、うんうん、だから置き換えをすると、うん、やっぱり結局カロリーコントロールが一番ね、うんからね、だからやっぱカロリー全体的にこういくつやろうっていうのを計算しといて、うん、このそう、なんか意外となんかめっちゃお腹空いてお菓子食べたいと思ってても、うん、なんかそうやってちょっと玉こんにゃく食べたらなんか落ち着く時ありますよね。落ち着く、そう、それでも食べたい時はもう食べていいっていうルール、うん、それをあれ、うん、そう、玉こんにゃく食べて歯磨いて5分経ってみたいなもん、ね、それでも食べたかったらね、まあちょっと食べたい、それでも食べたかったらそこはあんまり我慢しないようにする、うんうん、我慢我慢ってやると爆発するん で、うん、まあ、1週間に1回はチートデー作ってるし、うん、チートデーって自由に食べていいみたいな、うんうん、もうカロリー計算しないみたいな、うんうん、好きなだけ食べるっていう日も作るけど、うん、でも我慢しある程度その抑えておくとこう、うん、これは3食の中の1食は自由に食べていいっていうふうに毎日してるから、その代わり朝と昼はめちゃ抑えるんで、で昼食べた日は夜抑えるし、必ず2食抑えとけば1食は自由に食べていいみたいな、でそのためにも途中でこうカロリー取りたくなったら置き換えするみたいな、それはすごいキープに使おうかな、うん、ゆうちゃんとかやったら1日1000ぐらいで止めるの？いや、うーん、昔ほどそんなね、すごいガリガリなダイエットとかじゃないけども、うん、なんか、いやそんなにね、数字というより、でもまあ先生と一緒で、まあ朝は私は基本的に炭水化物は取らなくて、タンパク質重視だし、うん、朝ごはんは。で、やっぱお昼誰かと食べるんやったらそれは普通に食べて、で、夜はそれこそおでん系やったりとかタンパク質脱出にするとかにしたりとか、まあ夜遅く食べてしまったらこう次に16時間空けるとか、なんかありますよね、そういうこうデトックスじゃ。16時間は空けるようにしてるんですよ。だからまあ、固形物を食べる、だから朝プロテインと、まあフルーツは食べるけど、プロテインとフルーツだけにしてるんで、そうすると夕方ご飯食べて、お昼まではほとんど食べない状態だから16時間空けてるね、すごい大事、ね、やっぱそういう日々のコントロールがね大事かな、みたいな。そう、あとね、なんか夜寝る前に俺ご飯食べるのすごく好きで、それのこう考え方がやっぱりこうお腹空いてる状態で寝るってどうなんやろって思ってたんやけど、これも考え方の置き換えをしたんやけど、なんかその夜寝てる間って胃は休めたい、胃も休めたいし、そのお腹が空いて寝る状況っていうのは体が喜んでる状態やっていうふうに感じるようにしたんや。あー、なるほど。そう、今消費するよっていう、今からお腹空いてるから寝てる間も常に消費するよみたいな感じで、そうすると睡眠もやっぱり熟睡とか朝だるいってなくなったしね、
まあ、そういうこう何でも考え方をこう置き換えていくっていうのがすごい。そうね、食べちゃいけないとかこうね、痩せなきゃいけないと思ってると苦しいからね。なんかこう我慢我慢っていうのはやっぱ人間なかなか続かないので、我慢をするというよりかはどっちかというとこう、まあ、抑えるというよりかはなんか転換して置き換えていくっていう感じ、その置き換えのコツがね、やっぱさっき言ったみたいな、そのピンク色の像から青色のキリンみたいな感じでうまいこと置き換えると絶対にいっちゃうかな。緊張して、あ、間違えてはいけないって、あ、出てきく、俺もやっぱあんねん、あ、ここ難しいから間違えるかな、間違えたらあかんわと思ったりすると、やっぱりこう演奏中にドラムの場合はコンコンってできへんねんけどこうなんとかなってみたいな、ね、違う音入ったけどってなるけど、うん、なんかそうなんかなんかな、うん、まあでも演奏の前にこう俺はやるけど、演奏中に出てきたら、うん、あのコンコンはないけど、あのいつもうまいことできてる感じを思い浮かべてっていう風に変えるかな、うん、別のもの入れんと、うん、ね、だってあれ絶対演奏者あるあるですよね、なんかこの間違えちゃいけないって難しい箇所が、うん、こうそこに来れば来るほどなんかまた間違えてみたいな、うんうん、で同じ曲を例えば次の本番でやったらまた次の本番でも同じとこ間違えるんですよね、あれね、そうあるある、そうなんや、あるあるですよね、うん、まあ、演奏の緊張とか暗示というか、暗示って結構大事なんで、うんうん、人間ってこう無意識の方が力が強いから、うん、やっぱりその無意識をうまくコントロール、うまく付き合っていく方法としては、うんうん、まあ置き換えて我慢をしてこう抑え込むよりは何か別のことを置き換えていくっていうのがすごい大事かなと、うん、はい、思いました、はい、ということでございました。はい、役に立ちましたでしょうか。あ、すごい役に立ちました。はい、なのでぜひ使っていただきたいですし、皆さんにもね、見ている方にもぜひ使っていただきたいなと思います。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。始めます。